ヘタフェ空軍基地は、スペインマドリード州ヘタフェに所在するスペイン空軍の飛行場。基地全容空撮スペイン軍最初の航空基地の一つとして建設され、フアンデラシエルバが発明したオートジャイロが初飛行している。このため本基地は、スペイン航空のゆりかごと呼ばれている。1911年に基地は建設され、2年後に民間航空学校が開設されている。 基地は軍事利用のみならずイーズイコールカーさんの工場が隣接し生産された部品をエアバスのトゥールーズ工場へ輸送するため隣接している鉄道施設を使用する。隣接するもう一つの工場ではスペイン軍に納入されるユーロファイタータイフウンタ用と戦闘機が集積されてスペイン仕様に整備してから納入されている。航空交通については主に軍用と 軽空輸用途に限られている。また、基地は、ヘタフェ市議会との合意により、インファンテで、オルレアン財団所有の旧式機コレクションの維持に貢献することになる。さらに、クアトロビエントス空港の民間部門閉鎖問題に、関連して、代替施設である民間航空部門と格安、航空会社用ターミナルの整備など複数案が浮上する。これらの提案について、 ヘタフェ市議会は民間航空需要の増大に比例して増加することが懸念される核使用染問題のため一貫して反対姿勢を示していた。しかし、ヘタフェ市議会は航空産業とそれに関わる市内の雇用事情もあって空軍基地とそれに関連するイーズイコールカーサ社の整備施設の維持には賛意を示している。ありがとうございます。